101番目の物語。ほら、あんたが語る番だよ。あたいらの物語は一晩だけでは語り尽くせないようだね。明るい星でも暗い星でも夜空を彩る輝きだよ。安穏の中に秘められた物語は満天の星空のように色とりどりにきらめく。じっとしていなさい。物語が始まるよ。物語を忘れてしまったと後悔するよ。頭を上げなさい。奇妙なお話に聞こえるね。星々よ、闇に潜めた安穏に火を灯しなさい。起承転結の結を教えてあげるわ。まるでまばゆい星の輝きだね。アンダーエル、星々を動かしなさい。星々、闇に潜めたアンドンに火を灯しなさい。アンドンの星々を動かしなさい。さあ、想像の裏をかく展開よ。